すごい状態になっています。右手にガードレールがあるのですが、その先が完全に土砂で埋まっています。そしてさらに左上の部分、鉄の金網のフェンスが完全に石や落石の重さでねじ曲がっている状態になっています。いつも動画を見てもらって本当にありがとうございます。今回は廃道ハイキング、人類滅亡から33年後の世界とはという内容になっています。今画面に映っているのは、人の手によって管理されなくなってから33年ほど経った廃道となります。人に干渉されなくなったということは、人類が滅んで33年経ったと同義だと思って今回の動画を撮っています。それでは早速行ってみましょう。入り口にはこのようにチェーンが張っているので、この横の部分から通り抜けて入っていきます。かつて道だった場所にはたくさんの土やどんぐりや木の葉が落ちています。今日は12月の下旬ということもあって、ただでさえ寒いのですが、この廃道はさらに気温が下がったように感じます。右手の方に何かあります。見に行ってみましょう。道の端にはコンクリートのブロックがありました。これはガードレールの代わりになっていると思います。この石のブロックの向こう側はこのように崖になっています。アスファルトの裂け目からはこのように植物が生えてきています。何があったのかは分かりませんが、標識があちら側を向いています。どうやらあちら側を向いた標識は雪崩注意と書いていたようです。金網のフェンスがありますが、フェンスの向こう側は落ちてきた落石で埋まっている状態です。近くで見てみるとこのような状態になっています。ふと道の端の方を見てみると、このように落石が見当たります。見てください。金網のフェンスを突き破って岩が飛び出してきそうになっています。そしてその下には落石が、先ほど見た落石がたくさん落ちています。ネットなんかで調べていると、この辺りの地層には石灰岩が比較的多く含まれているようで、石灰岩というのは風化されにくい特性はあるものの、雨水によって溶けることがあるので、それが先ほどの落石につながっているのではないかと思います。金網のフェンスがここで途切れていて、階段があります。階段の先には何もないようですが、この階段は一体何に使われているのでしょうか。見てください。左手にサメ風穴と書かれた看板が見えてきました。どうやらこちらの右側を下って、川の近くに行って川を渡ると、サメ風穴と言われる洞窟があるようですが、今回は行きません。なんだか道の様子がだんだんと荒れてきたように思います。このようにガードレールにも苔なのかな？緑色に変色している部分があります。ここは完全に道が落ち葉で埋まっています。ここにも落石がたくさんありました。頭上には注意していきたいと思います。アスファルトがめくれ上がってこのようになっている部分を見つけました。このように
至るところに落石注意の標識が見受けられます。すごい状態になっています。右手にガードレールがあるのですが、その先が完全に土砂で埋まっています。そしてさらに左上の部分、鉄の金網のフェンスが完全に石や落石の重さでねじ曲がっている状態になっています。この先の道はかなり状態がひどくなっているので、あまり余計なことは喋らずに黙々と歩いていこうと思います。これがねじ曲がっているフェンスです。これが道の上に積もった土砂です。右側にはこのようにガードレールがありますが、ガードレールも大変な状態になっています。一歩間違えると谷底に落ちてしまいそうです。足元も岩がゴロゴロしているので、一歩間違えると転倒して怪我をしてしまいます。なんとか今の道を渡り切ることができました。振り返るとこんな感じです。ガードレールより高くなった土砂が積み上がっています。先ほどの道もかなり怖かったですが、ここも道が完全に土砂で埋まっていて、道の右側ガードレールのすぐ隣のへこんでいる道が行けそうなので、このように進んでいっています。この木をくぐっていきます。この道をやってきました。左手には土砂が崩れた跡がいくつも見受けられます。今目の前に見えている部分などはかなり大きな石も含んだ土砂のようで、見ているだけで怖いです。このように鉄のフェンスが壊れてしまった部分から土砂や石が落ちてきて、このように吹き溜まっているものと思います。何か見えてきました。一体これは何なのでしょうか。あそこに何かあります。このオブジェクトには日体蛇供養塔と書かれていました。先ほどの蛇供養塔の隣にはこのようなものがありました。道がすごい状態になってきました。どうやらここはかつて休憩所があったようです。休憩所はなかなか綺麗な状態で保たれています。かなり大きな落石が平然とそのあたりに転がっています。街道の横にはきれいな沢が流れていて、水が透明でとてもきれいです。今はこのようになっている道ですが、かつてはここを車が通っていたと思うと信じられないです。見てください。ここの場所は完全に道が
落石で埋め尽くされていて、ひどい状態になっています。落石で転んでしまわないように気をつけて進んでいきます。なんとか通り抜けることができました。見てください。気がつくと巨大な岩がありました。これは八丈岩と言われるものだと思います。ある情報によると、この岩にボルダリング、岩を登ったりする方が来たりすることもあるようです。とても巨大です。ここは石垣の部分が少し崩落しています。どうやらここの部分から降りて八丈岩に行けるようです。少し近づいてみたいと思います。ちゃんと石の階段になっていて降りやすくなっています。近くで見るとますますすごい迫力です。たくさんの落石なんかを見ていると、このように木が道に倒れかかってきている光景が可愛らしく見えてきます。公園などの入り口でよく見かけるものが無造作に放置されています。標識が根元の部分で錆びてしまって、完全に曲がって折れてしまっています。左手は崖になっていて、右手も崖になっています。左からは気をつけておかないと石が落ちてきそうで、右手には気をつけておかないと、崖から落ちてしまいそうです。かなり道の状況がワイルドになってきました。ここはまるで鍾乳洞につながっているかのような状態になっています。大きめの木と小さな石が転がっています。ここも注意して歩いていきましょう。むき出しの岩っていう感じです。ガードレールがすごい力によって変形させられています。道の状況がどんどんひどくなっています。本当に向こう側まで通過することができるのか不安になってきました。見てください。こちら、ガードレールの下のコンクリートのブロックが丸々見えてしまっているのような状態で崩落しています。こちらの下は舗装された道路の下の土がえぐられているので、ここをまっすぐ進むのは危険だと思います。なので、道のあちらの端っこを渡っていきたいと思います。この光景を見ていると、本当に私たち人類が滅亡してしまってから何年か経つと、普段見慣れている綺麗な道路なんかが、このような状態になっていくんじゃないかなというのがすごくイメージできてしまいます。この辺りは寒さに強い植物が多いのか、
少し目に映る景色に緑色が増えてきたような気がします。この道は右手の方を進んでいますが、一歩間違えると川に向かって転落してしまいそうな状態になっています。何度見ても信じられません。かつてここはしっかりと綺麗な道があって、人が通ったり車が通って行ったりする場所だったはずです。ですが今は下に土砂と大きな岩、そして目の前も土砂の崩れによって盛り上がってしまった小さな丘のようなものがある状態です。こちら左手の土砂の崩れ具合がすごいです。頭上というより山の表面なんかには注意して進んでいきたいと思います。なんとか渡りきることができました。日の光を見ると少し不安だった気持ちが和らいでいきます。目の前のこの辺りに見えているのが道路の白線です。そのすぐ左手には大きな岩が転がっています。この道路の白線沿いあたりを通ってあちら側へ行きます。右手は崖になっているので落ちてしまうと大変大きな怪我をしてしまいます。皆さんに今から不思議な映像をお見せします。標識をまたいで歩いていく映像です。この辺りは少し道の状態が良くなってきましたと思ったのですが、すぐにまた道の状態がすごいことになってきました。少し遠くの方には何か看板らしきものが出ているので、とりあえずそこまで行きたいと思います。上流で落石あり注意。今まで散々落石を見てきましたが、ここからも気を引き締めていきます。すごい状態です。完全にアスファルトがえぐれてしまっています。ここからはあまり話をせずに注意しながら進んでいきたいと思います。すごい、本当にすごい状態になっています。少し体勢を崩して右側によろめいてしまったら、このまま冷たい川の中に転落してしまうかもしれません。こちらから見るとすごいです。何とも言えない気分になります。今私たちが安全な道を歩いたり走ったりすることができるのは、やはり日々のメンテナンスなんかをしてくれる人がいるおかげなんだなと改めて思います。この辺りもかなりアスファルトの下がえぐられてすごい状態になっています。では行きましょう。先ほどの場所を通過したところでコーン、赤いコーンが見えてきましたが、確かにこの状態を見ればコーンが置かれているのも分かります。
見てください。目の前に2つの四角いブロックがあります。あれは一体何なのでしょうか。どうやらここが一旦出口のように思います。とにかく一旦ここから出てみましょう。抜けました。ここから先はかつて鉱山地帯だった場所の建物の名残などを見ることができます。かつてはこの場所で人々が働いていて、鉱山なんかも岩なんかも採掘されていたと思うと不思議な気持ちになります。少し大げさな言い方になるかもしれませんが、このような場所を見ているとかつての古代の文明を見ているような気持ちになります。このようにコンクリートの上に少し積もった土の上から、土の中から植物が伸びています。すごい生命力だと改めて感じます。ということで今回のハイドーハイキングはこれで終わりを迎えるようです。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。